というわけで今日はエスパルスの就位式ということでドリプラにやってきました。でも今日はねドリプラに用があるんで、はい、というわけでですね2時から始まるんですけど、その30分前の1時半からね客席の席が用意されてるってことなんで、その席がどこにあるのかっていうのを今探してるんですけれども、見つかっていないというそういう状況でございます。どこですか席どこ、マジで席どこ、あの開始早々なんだけど席どこ、マジでどこですか。今回は規模縮小という形で、やるんですけれども、マジで席がどこかわからない。どこだどこだ、お、ちょっとそれっぽいのを見つけたぞ。結構人が集まってるし、エスパルスのタオマフを好きてる人もなかなかいる。お、いるやんいるやん。席が100席しかないから本当に探さないといけないんですけど、果たしてどこにあるのかっていうね。あったぞ。はい、というわけでやってきました。席がないんだろうね。埋まってるわ。はい。おお。お疲れ様です。よかった。知人に会いましたわ。今エスパルスの公式 YouTube チャンネルで必勝祈願のやつやってる。選手会長が金子選手なんだろうな。すごい、今さっき発表あったけどキャプテンが決まったらしくて、3人が竹内選手とあと鈴木選手と権田選手ってことで新加入2人なんだ。また新しい風を吹かしてくれるのではないだろうか。そしていつ選手は来るのだろうか。なんか見た感じなんかもうちょっとかかりそうなんで、もうちょっと待ちます。今55分でやっと出場期間が終わったところだから、あと少しで来ると思う。で今選手たちがバスに乗ったから本当にあと数分で着くと思うんで、もうちょっとだね。パルチャのユニフォームが今年仕様になってるよ。を務めさせていただきます、エスパルススタジアム DJ 鈴木勝馬です。どうぞよろしくお願いいたします。出陣式の開催に先立ちまして、皆様にイベント開催中の注意事項をご案内申し上げます。選手の皆様、登壇していただきましょう。選手入場です。全ての選手揃ったというところで、改めて2021新生清水エスパルス選手ご紹介してまいりたいと思います。背番号1ゴールキーパー大久保拓夫、背番号2ディフェンダー竜田優吾、背番号3ディフェンダーウィリアム・マテウス、
背番号14フォワード後藤祐介、背番号16ミッドフィルダー西澤健太、背番号17ミッドフィルダー河合陽介、背番号18ディフェンダーエウシーニョ、背番号19フォワードディサロ・アキラ・シルバーノ、背番号20ミッドフィルダー中村啓太、背番号21ディフェンダー奥井亮、背番号22ミッドフィルダーヘナト・アウグスト、背番号23ミッドフィルダー鈴木唯人、背番号25ゴールキーパー永井健吾、背番号26ミッドフィルダー滝裕太、背番号27フォワード指宿宏、背番号29ディフェンダー福森直也、背番号30フォワード金子翔太、背番号34フォワードミッドフィルダー則江エリック、背番号36フォワード栗原イブラヒムジュニア、それ栗原イブラヒムジュニア、今シーズンは安全と平和の中で無事に終わることを心から記念するものであります。皆さんチームと共に一つになってこの難しいシーズンを戦っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。超えていくプレーだったり結果を残していきたいと思いますので、今年1年一緒に熱く戦いましょう。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。以上をもちまして出陣式を終了とさせていただきます。選手の退場です。皆さんどうぞ大きな拍手でお送りください。本日は清水エスカルス出陣式にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。皆様からの熱いお言葉ご支援、そしてキャプテンの熱い一言とともに2021シーズン清水エスパルスこれから戦ってまいります。どうぞ今シーズンも引き続き熱い声援をよろしくお願いいたします。これで出陣式が終了となります。どうぞ皆様お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。なおここより徒歩5分の場所に一昨日2月19日オープンしたばかりのエスパルスストアがございますので、お帰りの際にぜひともお立ち寄りください。本日は誠にありがとうございました。いやーやっと本物の選手見れたよ。やっと選手を見れた生で、よかったわ。はい、というわけで出陣式が終わりました。もうほぼ誰もいないですね。はい、というわけでですね、とりあえずは無事終わってよかったなっていうのと、かなり人がいたんで、そこでまあサンバ隊とかもっといたら楽しかったんじゃないかなって、正直去年は行けてなかったんで、まあもっと盛り上がったらいいなって思ったんですけど、このご時世だから仕方ないかなっていう部分はありましたね。でもテレビとかそういうメディア関係のものでしかね選手見たことなかったんですけど、やっと本当にやっとね生で権田選手とか見れてちょっと鳥肌立ちました。あとまあ山室社長が YouTube の、ライブの方で田辺市長が目の前でいるのに新スタジアムの構想の話をするっていうねめちゃめちゃ度胸あるなって思ったけど、いい、すごくいい、かなり熱も感じられたので、今年もね、期待していいんじゃなかろうかという、感じでございます。というわけでそろそろ終わりにしたいんですけど、僕の大好きな飲食店があるんですけど、そのお店がねエスパルスとかいろいろ応援してるお店なので紹介したいなと思います。というわけでこちらです。というわけでユグクラウドさんに来ました。店内には風間選手のねサイン入りのユニフォームも飾ってありますよ。ほんでこっちの横にはね西澤選手のこの今年のポスターがあるね。ほら見てサインがすごいたくさんあるよ、エスパルスの選手以外にも
有名な方々がたくさんいるし、でほら村田和也選手のサインもあるし、滝選手、あとこれ白崎亮平選手のサインとかあるね。とびっきり静岡のアナウンサーの人とかたくさんある中、なぜかいるっていうね、完全に場違い、この人完全に場違い。この上に設置してあるモニターを使って、この大画面でね、テレビジョンで見ることができるっていうね、これはすごくいいね。何度も来させていただいたんですけど、もうここは迫力がねめちゃくちゃありますよ。でこれね、チキン南蛮弁当、カツのカツ弁当で、これは安部さんと今コラボしてるらしくて、安部さんのお弁当とかもありますね。でそれ以外にこの貝の、ものもあったり、これは300円ですけど、それ以外はねこのボリュームで500円という安いね、値段であります。なので今回はね500円でこの購入したチキン南蛮弁当と、無料でいただいたねカニのあら汁、おかわりも自由ということで、ありがたくいただきたいなと思います。やばい、これクソデカチキン南蛮、いただきます。うん、うまっ。肉汁がねかなり出る。学食でチキン南蛮とかあるんじゃない、そんな火じゃないね、全く火じゃない。やっぱ本場みたいなのは違うわ。ご飯もかなり進みますわ。あとこのあら汁ね、めっちゃ生き返る。カニとか基本買えねえもん。基本僕ね外食とか全然しないんですけど、サポーターの仲間の人からこの店いいよって言われて行ってみたら、もうすごいハマったんですよ。そっからね何回も利用させていただいてるんですけど、まあ冗談抜きで店長さん優しいんで、来店してね店長さんにグレモの動画見たよっていう風に言っていただければ、ミニ唐揚げを無料でくれるということなので、よかったらぜひ行ってみてください。下の概要欄にミルククラウンさんのツイッターなど貼ってありますので、よかったらご視聴ください。はい、というわけでミルククラウンさんでした。すごくおしゃれな店なので、よかったらぜひ皆さんも行ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ちょっともよかったなと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にね、おすすめ動画などもありますので、ぜひそちらも見てください。バイチャー。やばいな、食レポ全然慣れなさすぎて、いつも黙ってうまいなって心の中で思いながら食ってるから言葉が出てこないっていう。そりゃそうだよ。